ロバート・マリガンは、アメリカ合衆国のテレビディレクター、映画監督、映画プロデューサーである。ニューヨーク・ブロンクス区に生まれる。俳優のリチャード・マリガンは弟である。同州のフォーダム大学に入学後、アメリカ海兵隊に勤務する。第二次世界大戦末期に上退後、日韓紙ニューヨーク・タイムズの編集部に在籍するが、退社して、テレビの道に進む。 ラジオテレビ局 CBS に入社し、メッセンジャーボーイから叩き上げる。1948年には最初のテレビ映画に演出家として関わっている。1949年に放送開始した30分枠のテレビ映画シリーズサスペンス劇場では、1950年から1954年の間に30本を演出した。1955年、 テレビ局 NBC で60分枠のテレビ映画シリーズザ・フィルコ・テレビジョン・プレイハウスの3本を演出した。ウェスティングハウス・エレクトリック提供の60分枠のテレビ映画シリーズウェスティングハウス・スタジオワンでは7本を演出した。1957年パラマウント映画制作配給の栄光の旅路で映画監督としてデビュー翌1958年の 全米監督協会賞監督賞にノミネートされた。1959年、テレビ局 NBC でサマセットモー無限作の小説ガツとロックペンスをテレビ映画化し、翌年のプライムタイムエミー賞監督賞を獲得した。同作はローレンス・オリビエのアメリカのテレビ映画デビュー作となった。1960年に90分枠のテレビ映画シリーズプレイハウス90の一編。 明日を撮った後はテレビ界から離れた。1962年に監督したアラバマ物語は1963年の第16回カンヌ国際映画祭のパルムドールにノミネートされてコンペティション上映されゲイリー・クーパー賞を受賞した。2008年12月20日コネチカット州ライムで心臓病のために死去した万83歳没。 日本ではマリガンが監督した全映画作品が劇場公開あるいは放映等の形で紹介されている。ありがとうございます。